ンを買ってあったんですよ。いつも油少なめでフライパンに引くんですけど、なんか中華屋さんとか行くとすごい油ブワーって入れて溜めて、はい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 、すごい強火でやるじゃないですか。そうするとパラパラになって美味しいかなと思って、家で油もうガンガンに入れて、もうちょっとなんなら黒い煙出るぐらいまでフライパン温めてるんですよ。そこにチャーハン、冷凍チャーハン上から入れたらブワーって油が飛んで、もう俺こんなんなりながら、どういうことですか？ここにフライパンがあるのでいいところを再現してもらいましょう。いつもだと入れてもシャーぐらいですぐこういう感じなんですけど、慣れてる。入れた瞬間にもうブワーってなって、うわーってなった。同じなんですけどさっきこんなんなってたのに